皆さんこんにちは、ピンイースケです。今回紹介するのはリフトラブのオルクレアというモデルなんですけども、ボックスペンケース S サイズを紹介していきたいと思います。動画前半では実用性を重視した黒統一筆箱の紹介、後半はですね、収納力のチェックなどをしていきたいと思います。製品の特徴が抗菌抗ウイルスのペンケースとなっていまして、裏面がですねこういった形になっていまして、中身が見えるファスナー付きメッシュポーチが付いていたり、消しゴムなどの小物を簡単に分けることができます。その他にですね、自由に使えるメインのポケットということで、一番後ろは大容量のペンケースとなっています。上部にハンドルが付いていたり、ガジェットポーチ、コスメポーチとしても使える製品となっています。ちなみにこちらはチャコルグレーというものを購入しました。ちなみにカラーラインナップはこういった形になっていまして、スカイブルー、エメラルドグリーン、チャコールグレー、ネイビー、コーラルピンク、以上の5色展開となっています。それでは中身を見ていきたいと思います。はい、ぐるっと一周するとこういった感じのデザインで、上部に持ち手がついています。ちなみにダブルファスナーとなっていなくて、シングルファスナーとなっているのでちょっと遠いですね。中身はこういった形になっていまして、下まで続いているポケット、それからメッシュポケット、それと取り外しはできないメッシュポーチがついていまして、ファスナーはとても滑らかですね。それと自由に使えるメインポケットがついています。表面の質感はこういった形になっていまして、布の生地のような感じで、持ってるとなんだか安心感があります。それではこちらを使って実用性重視の黒統一筆箱を作っていきたいと思います。はい、ということでいつもとは逆パターンで作ってみました。いつもは収納する状態から作っていくんですけども、今回はすでに収納した状態で見ていきたいと思います。ということで中身は3層に分かれていまして、かなりスカスカな感じですね。左の一番奥の部屋には無印良品の15センチの定規、一番左の手前ポケットには、こちらはですね黒の写真がなかったので、三菱鉛筆の会心ユニ、こちらは最近押してる写真です。それと黒用のリサーレ黒、メッシュポケットにはサンスター文具のスティッキールハサミ、それと360度ヘッド回転のクルティア、一番最後の絵は実用性重視の黒のペン類を集めてみました。油性ボールペンは地幅が比較的細く感じられますので、ジェットストリームの 0.7。 はい、続いて赤ボールペンなんですけども、パイロットのジュースアップ 0.5、 こちらがですね 0.3 と 0.4 があるんですけども、細書きは犠牲にしてしまったんですけども、滑らかさは一番感じられる 0.5 を選択してみました。次に黒系ペン軸の王道蛍光灯、シャーペンはスマッシュの 0.3、 こちらのグリップのプチプチ感が癖になります。ということで今回は比較的手に入りやすくて実用性の高い文房具たちを集めてみました。それでは続いて収納力をチェックしていきます。ということで用意したのが蛍光灯の10本セット、ジュースアップあるだけ15本用意してみました。こちらを収納していきます。はじめにジュースアップから1本目、2本目、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、もうちょっと入りそうな感じですね。ということで5本ぐらい追加して、1、2、3、4、5、だいたい20本ぐらいが目安かと思われます。こういった形で問題なくファスナーを締めることができました。ただこれだけ入れるとずっしり重たいですね。はい、ということでこの動画は以上になります。先ほどのボールペンとシャーペンについてはですね、一番奥の部屋に入れてみたんですけども、それでもですね消しゴム、写真、それから小物類をメッシュケースに入れてみたんですけども、ペン類はですねなんと20本ほど入りますので、かなり収納力は高いと思われます。しっかりファスナーも締められて非常に便利なんですけども、ダブルファスナーではないので締める際にちょっと遠くなってしまうのが気になる点かと思いました。デザインもおしゃれで、布の生地のような質感なので持っていてとても心地よく感じます。こちらはチャコールグレーを購入したんですけども、全5種類展開となっていますので、気になる方はお近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは中身を見ていきたいと思います。